はい、お伝えします。先ほど5分ほど前まではざっと強い雨が降っていたんですが、この時間帯は少し雨粒が小さくなっているような印象を受けます。ただですね、雨足自体は弱まってない印象を受けます。風はそこまで吹いていません。先ほどですね、関東へお出かけをされて帰ってきたという方にお話を伺うことができました。今日は静岡、雨が夜から強くなるということで早めに予定を切り上げて帰ってきたそうです。ただですね、交通機関についてはすでに影響が出ています。 JR 東海によりますと、新幹線ですね、東海道新幹線では、大雨の影響で豊橋三河安城間で新幹線が止まっています。このため上下線ともにですね、運行に影響が出ています。県内でもこの後夜にかけて雨が強まることが予想されています。早め早めの行動というのを心がけていただきたいと思います。こちらからは以上です。